平森都氏は平安時代末期の武将。伊勢国一氏軍、スカゴを基盤とする伊勢兵士に連なる有力家人。彼の家、第一の勇士と言われた。合力の持ち主として有名で、平の清盛のまんどころ別党を務めるなど実務にも、長じていた。清盛からの信頼も厚く、五島内氏を妻として賜ったという逸話もある。安本元,元年には、 星中守に在任していた。獅子方タの陰謀では、清盛の命で、首謀者の藤原成一家を捕獲している。自称4年10月、藤川の戦いで、追悼軍が敗走すると、全国各地で反乱が激化する。12月になると兵士は、反撃を開始し、大見国に精鋭部隊を送り込んだ。森都も侍大将として、平清房に付き従い。 御城寺を攻撃する。戦闘で近藤に火が燃え移ったが、森都市は迅速な措置で消し止めた。機内の反乱はひとまず鎮圧されたが、自称5年正月に高倉上皇うルー2月に清盛が相次いで死去する。平氏政権は清盛の三男、平宗盛が機内総監となって戦時体制を構築するが、その一環として森都市は、 丹波国諸将演奏ゲスに部任された。小松家の家人である、伊藤忠清や平貞義が、遠征軍の司令官として前線に飛ばされたのに、対して、森都氏は、宗森ら一門主流に近い立場にあり兵士の、軍政の中核となった。樹影2年4月17日、清森の着村で重森の着難、平これ森を総大将とする十万機とも言われる。 大軍が北陸道に下校する。要はの北陸出兵をはるかに上回る規模の動員であり、森都市も従軍した。兵士軍は、初戦で勝利するが、5月9日明け方に、半屋屋の地で兵を休めていた、兵士軍先遣隊、森都市の軍が、源の吉中軍の先遣隊である、吉中四天王の一人、今井金平軍に奇襲されて、戦況不利に陥り、 兵士軍は一旦加賀国へ退却する。ここで兵士は軍を二手に分け、平子レモリ、道森が率いる本隊は、加賀国と越中国の国境にある、隣山へ、森都が率いる、別動隊は、野戸国と越中の国境にある、四方山へ進軍した。しかし5月11日、隣山に向かった、兵士軍本隊は、吉中軍との戦闘で、 下半死死終わりぬという大敗を喫する。四方山で、源の雪家と退治していた森戸氏も、本体の壊滅で退却を余儀なくされる。6月1日、兵士は残存兵力を結集して、再び決戦を挑むが、吉中軍の勢いを食い止めることはできず、総崩れとなった。敗戦の理由として、玉葉6月5日上は、 大将軍と三人の侍大将が、県政を相争ったためと記している。森戸氏、慶過は、宗盛の家人、忠行は、これ森の小松家の家人であり、一門主流と小松家の確執が、四季系統の混乱を招いた可能性もある。樹影2年7月25日、宗盛は一門を引き連れて、京都を退去し、福原から回路を西へ落ち延びる。目指す先は、 九州の太財布だった。この直後の8月8日、薩摩串松荘の留守所に、現地の召喚である、友野信明が訴状を提出しているが、その訴状には、前越中森平、すなわち森都市の名と顔が記されている。森都市は、筑前の宗方社の治療にも携わっており、本体より一足先に現地に下校して、在地武士の急行に動いていたとも考えられる。 しかし、文語の薄木、日語の菊池は形勢を勘房して動かず、宇佐神宮との提携にも失敗するなど、現地の情勢は厳しいものだった。兵士は、小型恒吉の攻撃で10月には、九州の地を追われ、再び海上を漂うことになった。九州を追われた兵士は、四国に上陸して、八島を新たな本拠地とした。東の八島、西の彦島を抑えて、 瀬戸内海の政界権を掌握したことで、樹永3年の正月には福原に、前線基地を設けて、遠うかがうまでに勢力を回復した。源の森より、義経の率いる追悼軍を迎撃するため、福原に陣営を置いた宗盛は、東の生田口に、平友も西の市の谷口に、平忠森、山の手の日踊り越,越口に、森都市を配備して、 強固な防御陣を構築する。福原は北に山が迫り、南に海が広がるという天然の要害であり、東西の守備を固めれば難攻不落と思われた。樹齢3年2月5日、三草山の戦いで、スケモリが敗退すると、胸盛は山の手に増援として、道森、ノリを向かわせて、北の守備も固めた。2月7日の一の谷の戦いで、 兵士軍は、すべての防衛戦を突破された。森戸氏はもう逃げてもかなわぬと馬を止めて、敵を待っていると、源氏方で、鹿の角の、一、二の枝を簡単に引き裂くほどの甲の者の、井の股乗綱がかけてくる。腕力に自信があった両者は組打ちをして地面に落ち、半綱が組み敷かれてしまう。首を切られかかった、半綱は、森戸氏の名を尋ね聞いてさらに、 命を助けてくれるなら、あなたの一族を自分の恩賞と引き換えに助けようと命乞いを始める。それに森都市は怒り、森都市は不祥なりとも、平家の一門、源氏を頼ろうとは思わないと、半綱の首に歯を立てようとしたところ、半綱に降伏した者の首をかくのかと言われて、抑え込んでいた、半綱を離してやる。二人があぜ道に腰を下ろしていると、 瞳の四郎という源氏方の武者が駆け寄ってきて、それに気を取られた森とは、半妻に不意に胸をつかれて深い田んぼの中に倒されてしまう。霊姉で体の自由が効かない森とは、このような騙し討ちによって、半妻に首を取られてしまった。ありがとうございます。